令和4年度第75回新潟県高等学校総合体育大会サッカー競技大会の決勝戦、帝京長岡高校対新潟明訓高校の一戦をお伝えします。今新潟明訓高校のキックオフで試合が始まりました。右から左に攻める赤のユニフォームが4年ぶり夏の王者に返り咲けるか新潟明訓高校、一方左から右に攻める緑のユニフォームが6年ぶりの優勝を目指す帝京長岡高校です。細かいパスワーク、奪いました。6番の菅井です。カウンターにつなげたい新潟明訓。7番中村から9番の佐藤を持ち出して左サイド中山のクロスに合わせるか、吐き出しました帝京長岡。ゴールキーパー中山のクロスが少し中途半端になった。岡村のシュート、こぼれ球振り抜いた、これはわずかに枠の右。最初の決定機は帝京長岡です。8番の岡村空、準決勝では先制点とダメ押しの4点目を奪いました岡村。松村、縦への突破があります。五十嵐からシュート打っていきました。最後は11番の松山北斗、右サイドで連携を作っていきました。プレッシャーをかけてきました8番の矢沢、右サイド11番松山からクロスボール、よく跳ね返しました。こぼれたところ落としてシュート、最後は新潟明訓の選手に当たってコーナーキックを獲得しました。コントロールショットは五十嵐丈一郎です。さあ奪った新潟明訓高校、左サイド展開中村です。カットインからのシュートもある、自ら振り抜いた、最後シュート放っていきました7番の中村。監督はこの選手のことを走れるしチームの元気印というふうに呼んでいました。広いランドから顔を上げて8番の岡村だ。清川かわして混戦の中5人の選手落としてクロスシュート、最後は12番のドモンでした。準決勝は途中出場、決定機でしたがクロスバーの上へとボールは行きました。ここに岡村です。8番岡村テクニックがある。オーバーラップは内山、シュート打っていく、これも最後は14番のヒロイランドでした。引き足とは逆の右足でシュートを放っていきましたがわずかに枠の右へと外れました。その岡村スピードがあります。運んでいく、右サイドチャンスを作って中に2人がいる、合わせてシュート打っていきました。ここに左サイドハーフの中村です。桑原から13番の山村、開いたドモン、オーバーラップ、山村クロス、岡村のシュート、これも弾き返す、五十嵐のシュートも、明訓の赤い壁が立ちはだかりました。明訓応援席は大きな拍手、帝京長岡の猛攻をしのぎましたがまだその手は緩めません。ここも裏を走らせるスピードがある中村、佐藤のシュート、後ろからよくディフェンスしました帝京長岡。ここは岡村から右サイド松山、スピード落とさずクロスボール、これがポストに当たるが、ゴールとはなりません。まだ圧力をかける帝京長岡、シュート、最後五十嵐のシュートは新潟明訓中山がスーパーセーブ。
れがここまでの新潟メイクンの勝ち上がりの強さか。抜群の反応でチームを救うメイクンの守護神中山が立ちはだかります。遠目からシュート放っていきました。こちらが先ほど投入されたばかりの友坂。残り時間もわずかになってきました。これは大きな展開。変わって入った15番の森、3年生、カットインから落として広いランドです。広いのシュート、失礼、これは13番、最後は山村でした。この辺りダイレクトでつないでいく帝京の長岡、ここに8番の岡村だ。さあカウンターのチャンス、岡村運んで五十嵐クロスボール、エンド変わって右から左に攻めるのが赤のユニフォーム新潟名君。さあここは1本裏に抜け出した、13番高井、これは少し足の裏が見えてしまったでしょうか。ここ新潟名君、10番の友坂から浮かせて、これはゴールインの前にオフサイドフラッグが上がっていました。友坂から13番の高井が抜け出したところだったんですが、その前にオフサイドがありました。松山北斗です。縦への突破がある、間合いを詰めて突破していきます。クロス最後合わせて拾いだー、ゴール前のチャンスだったんですが、これは枠の右。帝京長岡対新潟名君の一戦は延長前半を終えて両者譲らず0対0です。8番の岡村が手を挙げました。中に放り込む、中央だ、最後は3年生の森健太郎。帝京長岡戦った新潟名君のゴールを揺らしました。延長後半ついに均衡を破れました。新潟名君としてはこのトーナメント初めての失点を喫する形となりました。守りきれるか、延長後半戦の戦いです。岡村からクロスボール、ニアサイド、そらして押し込むか、こぼれ球、最後は新潟名君選手、13番高いでしょうか、シュートを放っていったんですがコーナーキックです。岡村左サイドにはその点を取った森が走る、帝京長岡延長戦アディショナルタイム目安の2分を回ったところで、ここで試合終了の長い笛、帝京長岡が1対0で新潟名君を下しました。コーナーキックの前から決めてやるぞっていう思いがあったんで、走り込んでいいボールが来たんで合わせるだけでした。またチームの勝利に貢献できるように、そして全国優勝できるように頑張っていきたいと思います。今自分たちがやれてる、細かいパス回しっていうのをインターハイまでにもっともっと磨き上げて、全国の舞台でも自分たちのサッカーを見せればなと思います。